バークレーからお電話です。町山さん。はい、町山です。こんにちは。よろしくお願いします。なんかね、はい、あるんですよ、その今日ご紹介いただく映画のね、エクスペンダブルズのチラシが手元にあるんですけど、はい、すごいですね、メンバーが。確かにすごいです、これ。どの人が主役でもいいような。ポスター見るだけで興奮しますよね。エクスペンダブルズはこれ、あのポスターに並んでる人全員がかつては主役で大スターだった人たちですよ。だってブルース・ウィリスさんが一番右端に並んでるもんね。びっくりよ。すごいですよ、まさかと思いました。大感謝祭みたいなもんですよ。これはね、まあ、シルベスタ・スタローンが、はい、制作監督脚本主演っていう、まあ、ワンマン映画なんですけれども、とにかくもうキャストがすごいですね。まずシルベスタ・スタローンですね、はい、出てくる人はですね、シルベスタ・スタローン、アーノルド・シュワルツネッカー、シュワちゃん、ブルース・ウィルス、はい、でジェイソン・ステイサム、この人はあのトランスポーターシリーズの人ですけれども、あとミッキー・ローク、ドルフ・ラングレン、ジェット・リー、みんな主役級だ、はい、昔主役級だった人たちですよ。全員集合ですよね。シリーズ何本作れるんだっていうぐらいですよ、これ。80年代、これたちみんなピンであの超大作出てた人たちですよ。そうでしょう、はい、それ今10波人からげですよ。ねえ、そんな言い方ないじゃないですか。よく集まりましたね、でも皆さん、ね、シュワルツネッカーさんまで。昔タワリングインフェルノとかこんな感じでしたけどね、まあ、ポール・ニューマンとスティーブ・マックインとかね、ええ、でもこれでもあれでもスティーブ・マックインとポール・ニューマン以外主役じゃないですよ。なるほどなるほど、ね、ポスターがずらずらっと並んでる感じがそうなんだけど、これは本当にすごいですね。そうですよ。でも荒野の7人とか主役級の人が7人集まってましたけど、はいはい、あれはその当時ユル・ブリンナーだけが有名で、あとは全部新人だったんですよ。なるほどね、後から有名になったんですごいオールスターキャストになったんですけど、ええ、これは逆パターンですから。9人ずらっと並んでますけど、しかもなんか80年代スターみたいな感じですけどね。80年代のスターが今集まったんですけれども、だからまあタイトルがね、まあ、分かりやすいんですけど、これはねエクスペンダブルズっていうのはあの、はい、消耗品っていうような意味なんですけど、消耗品、早い話で使い捨てってことですけど、使い捨ての俳優たちですよ、これは。使い捨ての俳優たちって言ってよく出てくれましたね、そんな人たちが。もう最初から自虐的にもうスタローンが自分で考えたタイトルですからね。あ、そうか。俺たちは当然80年代に使い捨てされたんだ。何ですか、そのものまで。復讐してやるって言われるからで、みんな出ろっていう話ですからね、これ。みんな集まれて全員集合ですけど、これまあ僕が80年代とかに、はい、80年代僕はまあ大人でしたけど、うん、まあ、心が中学生でしたから、はいはい、こんな映画ができたらいいなとかいうのを漫画描いたりするんですけどね、それで描いてた漫画ですよ、うん、この世界は中学生の夢ですよね、これね。中学生の夢ですよ、うん、もうこれたちみんな集まったらすごいなとか戦ったらすごいなっていうね。おじさんになってやっと夢叶ったんだ。そう、まあ、ていうかもう俺たちみんな60過ぎたりしてるんですけどね。すごい。でも皆さんでもムキムキでなかなかの体ですね、こうやってチラシで見る限りポスターは。スタローン還暦過ぎてますけど。そうなの。この映画すごかったのはね、走るんですよ、スタローンが。走るね、格闘とかはごまかせるんですけどもね、年取ってもでも走るのは結構ごまかせないんですけど。そうなのか。この映画売りはスタントマン使ってないってことなんですよ。そうなの。じゃあみんな現役でやってるんだ、かっこいいな。出てる人たちがやってるアクション全部本人がやってるってことは売りになってるんですよ。50代60代ですよ、みんな。すごいですよこれ。いないと暑いし、皆さん体がっちりしてるし、とてもそんな年には見えないですね。あ、もう40過ぎたから大変だとか言ってる人はもう本当反省した方がいいで、どういう話かというと、エクスペンダブルズっていうのはですね、使い捨て部隊という名前の傭兵部隊なんですね、はい、いわゆる民間軍事会社なんですけれども、でお金で雇われて、まあ、第三世界っていうか、そういうとこ行ってですね、はい、なんていうか、まあ、人質解放とかをやってるのがそのチームなんですね、はい。でスタローンは何ていうか何をしてるか全然分からなくて、この映画すごいのはね、うん、出てくる人たちの背景がまるで描かれないんです。あ、そうなんだ。何者なのか分からないんですよ。はいはいはい、それで話分かるのかな。で、すごいの話もほとんどないんですね。ないスターが出てりゃいいんだ。なんかね、メキシコ湾に浮かぶ架空の軍事国家があって、はい、で、まあ、昔のノリエガみたいなね、パナマのノリエガみたいな感じで、はいはい、CIA との辞めたやつと裏で組んでですね、うん、要するにアメリカ人の悪いやつと裏で組んで、その麻薬をなんていうか中で栽培して、うん、コカインを売買している国ってのがあるんですね、うん、政権の国は、うん、で、まあ、それが敵なんですけれども、うん、まあ、話がですね、どうでもいい話になってて、普通そういうところに作戦として行くんだったら、うん、
こう作戦を綿密に立てるわけじゃないですか。まあ、それそうですね、危険だもん ね、うん、ね、その作戦を立てること自体が、あのなんとかお話の、うん、見せ場であって、うんうんうん、その作戦がいかにどう転がっていくか、その作戦は大抵失敗するわけですけども、ね、どうなるだろうっていうサスペンスがあるものなんですよ、はい、ところがこの映画、作戦が全くないんですよ。ないの。とりあえずスタローンが傭兵仲間のですね、ジェットリーとかあのジェイソン・ステイサムを連れてですね、うん、その軍事国会に行くと、うん、で作戦はって聞くんですよ、そのジェイソンがね、はいはいはい、あのスタローン、スタローン、うん、作戦はって聞くと、うん、作戦はないって言うんですよ。もう開き直ってたの。そんなでも何を考えてんだ、俺たち行けばなんとかなるっていうね、行ってこいって世界なんですよ。でもむしろあれね、筋が想像つかなくて、あの次のシーンが何が映るかも分かんない感じでいいですね。いや何もね、この人強すぎてね、あの全然危機に陥らないので何もねサスペンスとか全然ないんですけども、この中に敵味方もないんですか。あ、この中でね、まあ説明しますとですね、うん、まずこ あのスタローンの軍団はですね、うん、そのトランスポーターのジェイソン君がですね、うん、相棒なんですね、うんうん、ちなみになぜジェイソンと共演することになったかというと、前のランボーの、うん、ランボーの最後の戦場でしたっけ、うん、にスタローンが出た時に僕がいたですね、うん、海外の記者向けの記者会見で、うん、あの俺はまだ60だけどってスタローンが、ね、俺はまだ60だけど、うん、あのトランスポーターのヘナチョコには負けないぞって言ったんですよ。まあ、これを聞いてジェイソンがちょっと気を悪くしたんで、はい、なんか謝って仲良くなったらしいんですよ、うん、それで共演してるんですね今回ね。そうなんですか。へ、はい、まあ、ジェイソンだけですよね、この2000年代のスターっていうのはね。2000年代のスターはそうですね、あとはあの、まあ格闘家とか出てるんですけど、俳優はね2000年代のスターはジェイソンだけなんですけど、はいはい、であとジェットリーが入ってますね。あ、リリジェットリーって昔少林寺ですよ。少林寺ね、え、懐かしい。あんなにね、まあ、もうアイドルスターみたいな人気だったんですけども、はい、あと結構パッとしなくてですね、この間 のなんていうか、地震の津波にも被害に遭ったりして、いろんなろくなことない人なんですけど、そうなんですか、大変なんですね、はい、でこの映画の中ではね、ちっちゃいちっちゃいってみんなにいじめられるっていうね、なんかかわいそうなやつや、ね、まあ、確かにね、並んでてもかなり小さいですね、お一人だけ、まあ、東洋人なのでね、ちょっと全体小柄ですけど、でもそんなに大きくないんですけどね、本当はね。そうですよね、僕とあんまり変わらないんですけどね、実は身長。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ、それでね、その軍団の中にね、ドルフ・ラングレンがいるんですよ。出た、ドルフ・ラングレン。これスタローンとドルフ・ラングレンが仲間ですよ。ドルフ・ラングレンってあれですよ、ロッキーですからね、炎の友情で、あのロッキーの敵 あのソ連 あのボクシングサイボーグと言われてる男を演じてたドルフ・ラングレンですよ。今回は仲間として戦ってるんだ。仲間なんですけども、すごく精神が不安定な男 で途中でクビになっちゃってですね、でリー・リンチェのことを、ジェットリーのことを恨んで、ジェットリーと一騎打ちになるんですけど、これがすごいですよ。だってドルフ・ラングレンって極真空手のチャンピオンだった人ですよ。あ、そうなんですか。あのオープン選手権にも出てますからね。出てますよ、はい、じゃあ空手対あのカンフー、いや夢の対決ですよこれ。夢の対決です。ドルフ・ラングレンってただあの極真で戦うと身長が高すぎて、ハイキックするとみんなキックがみんなの頭の上飛び越えちゃうんですよ。それがジェットリーと戦うからどうなんだっていう話なんですけど、ジェットリーさん小柄だからね。ね、でこれも大変なことになってる。それ敵の方がですね、まず敵の一番強いやつってのはスティーブ・オースティンなんですよ、おー、これもまた、この方は何する方、プロレスラーですよ。プロレスラー、ね、アメリカの WWE っていうあのプロレス団体が、もう本当にものすごく一番最盛期だった時のトップスターだった人ですよ。トン・コールドって言って、はい、まあまあ、ヒールなんですけど、ものすごい人気あったんです。ものすごい人気で、もうなんていうかカリスマ的な人気あった人なんですけども、が敵なんですね。まあ、敵のですね、アメリカのそのなんていうかその軍事、南米の軍事組織をバックアップしてる悪い CIA のなんていうか用心棒の役をスティーブ・オースティンがやってますね。はい、はい、でそのスティーブ・オースティンのボスに当たる人がですね、その悪い CIA のやつっていうのはですね、これがまたすごくて、エリック・ロバーツなんですよ。エリック・ロバーツ何する人？エリック・ロバーツはジュリア・ロバーツのお兄さんですよ。そうなんですよ。そうなの？この人は実はジュリア・ロバーツよりも有名で評価も高かったんですよ。そうなんだ。で、暴走機関車って映画ではアカデミー助演男優賞候補になってるんですよ。ところがその後交通事故で顔に怪我をしてからですね、役が限られるようになってきちゃって、で麻薬に溺れて、その奥さんや婚約者を殴る蹴るの暴行を加えてですね、で麻薬では逮捕されて懲役刑まで受けて、
ジュリア・ロバーツからですね、もう私はお兄さんに二度と会わないって言われて、ずっと何十年待ってないんですよ。あ、そうなんですか。そんな方の名前、そうなんだ。妹とお兄さんの立場完全に逆転して、お兄さんのエリック・ロバーツは地獄行きですよ。まあね、妹さんオスカー女優になっちゃってね。ねえ、そういうのがエリック・ロバーツが CIA の、 その悪人をやってるんですけど、元 CIA のね、はい。で、その部下にもう一人いましてですね、そいつはゲイリー・ダニエルズって男なんですけど、はい、彼はね、イギリスのキックボクサーなんですけど、キックボクサー、この人はなんと北斗の拳をアメリカで映画化したときに、ケンシロウを演じてた人なんですよ。その映画も知らなかったけど、主演が外国の方だったのね。いや、映画があまりしょぼいんでね、この人の人生も終わっちゃったんですよ、俳優人生。格闘技系もすごいですよね。充実してます。これね、ランディ・コーチャーっていう人が出てるんですね。これ小島さん知らないと思うんですけど、まあ、はい、生きる伝説なんですよ。そうなの？でも現役なんです。現役でもそういう方々と、だからこの還暦になんなんとしているおじさん、あのマッチョさんたちがスタントなしで戦うのもすごい ね、 あのね、ランディ・コーチャーとスティーブ・オースティン1対1の対決しますよ。これね、あのババとね、猪木が戦うみたいな、そんな妄想でしかありえないような話ですよ。子供の夢が実現するんです、映画の中で。あの格闘技スタイルも違うし、しかもスターだし、大スターだし、はい、そうな、温めといてよかったなって、みんないろんなおじさんがね、夢が実現したっていう。それだけで見に行きますもん。あとミッキーロークも出てますからね。ミッキーロークさん気になるな。何の役で出てるんですか。ミッキーロークは元スタローンの友達っていう役なんですけども、ミッキーローク出てくるときにいきなりハーレー・ダビッドソン乗ってきますよ。ちょっと笑うしかない。なんかセルフパロディみたいになってんですね、全部。笑うしかない。そうそう、だってミッキーロークはハーレー・ダビッドソン&マルボロバンっていう映画で、ハーレー・ダビッドソンっていう名前の人を演じて、ハーレー・ダビッドソン乗ってくるんですよ。あまりにもバカな映画なんで、それが大こけして、それから俳優生命終わった人なんですよ、この人は。で、それで出てくるんだ。あのハーレーっていうのは名前で、ダビッドソンは名字の人なんですよ、その人は。そんなやついねえって言って。でも皆さん、そうやってもう自分を完全笑い倒す感じで出ちゃってるんですね、じゃあ。どこまでがね、本気で、どこまでがギャグだかわからないところがあるんですよね。ミッキーロークもね、レスラーで復活してるから、そのレスラーキャラも入ってくるから。入ってるんですよ。で、スタローン自身も実はずっと落ち目だったんですよね。ただね、だからランボー、この間のランボーを撮るときはどこの映画会社も金出さなかったんで。そんなだったんですか。そうなん、大変だったんですけど、 でもあれが当たったんで復活してこの映画撮れたんですよ。自分で全部やったんですね。そうなんですよ。でね、あとね、この元そのなんていうか、そういうならず者軍団だったのに、今はなんかビジネスマンみたいなことやってる男として出てくるのがシュワルツェネッガーですよ。ああなんかそれもちょっとよくその設定で引き受けましたね。すごいな。すごいでしょ。俺はもうこういうことやってないからって断るんですけど、仕事を。でなんであいつは何が忙しいんだよってブルース・ウィリスが言うと、うん、あのスタローンがあいつは大統領にでもなるつもりねんだよって言うんですけど、爆笑じゃないですか。爆笑ですね。すごいんですけど、ここすごいのはね、アーノルド・シュワルツェネッガーとブルース・ウィリスと、うん、スタローンが3人揃うシーンがあるんですよ。はあ、これすごいの、この3人は昔プラネット・ハリウッドっていう名前のテーマレストランを共同経営してたんですよ。はいはいはい。そうなんだ。その3人が集まったんですよ。経営者会議、そのレストランを大こけしてですね、売れちゃったんですけど、そうなんだ。もなんかね、泣かせるんで、もうことさらその負の歴史を思い出させるような、ね、ちょっと自虐的な服がいっぱい。エクスペンダブルズだもん、だってタイトルがね。だって80年代のハリウッド映画に使い捨てされちゃった人たちなんだもん。あ、でもそれを笑う余裕ってのもなんかこうね、弱いを重ねた味わいでいいですね。もう60だから自分を笑う、ね、余裕ぐらいはあるわけですけどね。でもね、これはね、この人たちがね、また揃うとなんかね、非常に梶原一騎的なですね、70年代東映的なですね、はいはいはい、非常にその、際どい世界なんですね。ほうほうほう。どういうふうに際どいかっていうと、いつかギラギラする日のような際どさなんですよ。いつかギラギラする日っていう深作欣二監督の映画なんですけども、あれすごいのは、萩原健一さんが主演なんですけどもね、ギャング映画で昔のギャングだったやつらがまた集まって悪いことするって話なんですけど、役者が証券とですね、木村和也、原田芳雄、荻野目恵子っていう、あのキャスティングなんですね、これ際どいですよ、これ。はいはい、いろんな意味でね。いろんな意味で、私生活に問題ある人ばっかりですよ。入ったことがある人が非常に率が高いんですよ。はいはいはい。なるほどね。それが前科者を演じてるっていうね、どこまでが本気なのかね、シャレなのかわからないっていう、そのなんか虚実のね、なんか皮膜の世界なんですね、この。非常に設定的に似てるわけですね、じゃあ。非常に近い。だってスティーブ・オースティン、エリック・ロバーツが、女の人を拷問するシーンがあるんですよ。はい。
スエリクロバスは俺は女は殴れないからなって言うんですけど、お前殴ってんじゃんって、なんかもう完全ブラックジョークっていうか本当にね。そうで、このスティーブ・オースチンを指さして、あのこしかしこいつは女は殴れるからなって言うんですけど、スティーブ・オースチンも奥さん殴って捕まってるんですけど、ひどい、もうシャレにならないじゃないですか。スティーブ・オースチンどこまでヒールか、これ役なのかプロレスの役割なのかよくわからなくなった、でもなんかあれですね、ハリウッド近辺とか、あとそのね、格闘技の世界にはあのなんかもしシリーズ化したらこれから出た方がいいんじゃないって人もいっぱいいそうですね。だからこれもこれね、第2作目作るんだったら出てほしい人がね、バンダムですね、ジャンクロード・バンダムね。あ、だからこの人もね、コカイン中毒で逮捕されたりね、あの養育費払えなくてあの子供の親権取られたりして大変な人なんですけども、今回断ったんでドルフ・ラングレンが代わりにやってるんですけど、今度は出るでしょうね。あ、ね、断ったんですか。え、断ったの。断ったんです。スティーブン・セガールも断ったんですよ。スティーブン・セガールも断ったんで、多分今度出るでしょうけどね。この人もセクハラで訴えられたりいろいろ大変な人なんですけどもいっぱい候補者いますね。あとウェズリー・スナイブスも断ってるんですね、うん、ウェズリー・スナイブスはこの人は脱税して警察と揉めてたんで出られなかったんですよ。いろんな人いますね。いろんな人ばっかりなんです、ちなみにウェズリー・スナイブスもハルベリーを昔にぶん殴って片耳を聞こえなくしてる男なんですけど、ひどいひどい。え、町山さん、他に彼はちょっと敵役じゃないって誰がいますか。まあ、これは次出るんだったらハルク・ホーガンですよね。ハルク・ロッキーで共演してますけど、ハルク・ホーガンさんは今私生活めちゃめちゃなんですよ。そうなんですか。息子が酔っ払って交通事故を起こして同乗していたあの友人の頭を前頭葉をなくしちゃって、その人の面倒を一生方が見なきゃならなくなったんですよ。あ、大変ですね。でしかも奥さんから離婚されて、財産の半分持ってかれちゃってるんですよ。あらあらあら。で自殺未遂、事前を行い出したんですけど、拳銃で頭を撃ち抜こうとしたんだけども、そこにあの電話かかってきたんで、それ電話がですね、モハメド・アリの娘だったんですね。あ、それであの撃つのをやめたっていうふうに書いてるんですけど、大変なことになってますね。まだドキュメンタリーバラエティーはやってるんですか。はい、あれはだからやってる最中にその離婚劇になったんで、あのみんな信じなかったんですよ。やらせだろうって言ってたんですよ。あ、すでになんかそういうあのリアリティショーみたいに出てたんですね。やってる最中に家庭崩壊が起こったんで、それやらせだろうってみんな信じなかったっていう、ね、ストーリーだと思いますもんね。本人たちとしてるのにね。もう、あと、まあ、あ、もう一人欲しいのは、続編で欲しいのはメル・ギブソンですね。メル・ギブソンさんもね、よくニュースにね。メル・ギブソンもシュランダール中でも大変でね、奥さんあのにその7人も子供産ませてね、否認しないから、で、まあ、この人あのカソリックなんでね、それでいて別の女を妊娠させちゃったんですよね。もうなんかね。でしかもその妊娠させた女の人をぶん殴ろうとして、その自分との間にできた赤ん坊をぶん殴っちゃったというです、ね。ひどい、本当に。メル・ギブソン超最低人間なんですけど、はい、この辺がみんな出てくるとすごいことになりますね。まずもう DV 率とかですね、あの麻薬とかの逮捕率が異常に高いキャスティングリストになるんですよね、これ。いやだけどスターっていうのはそういうもんなんですね。でもこれ見てるとね、やっぱり作戦はないっていうの言葉に象徴されてるんですけど、この人たち人生に作戦なかった人たちなんですよ。いやのだってこの人たち離婚何回も3回も4回もして、なんていうかUFC のチャンピオンもそうなんですけども、あのアメリカは離婚すると財産半分になっちゃいますから、離婚3回もするとこのランディ・コーチは離婚3回してますけど、財産半分の1しか残らないんですよ、とほとんどなくなっちゃってるんですよ、この人たち財産みんな。なんかもう、ね、作戦もなければあまり学ばない人たちの集団みたいなことになるわけですね。タイガーウッズも出そうですね。まあ、これもまた人生かっていう気になって元気になりますから。そうですか。いや、なんかね、松山さん、これ見た後あの腹筋してあの腕立てしました。松山さん熱が非常に伝わってきました。いや、見るわこれは。これね、日本では10月16日から公開されるんですね、これね。はい、エクスペンダブルズね、はい、チラシがあちこちにありますけどね。ありがとうございました、松山さんの。脳みそは置いて映画館に行ってください。脳みそは家に置いてけっていうやつですね。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。映画評論家松山智博さんでした。小島慶子、チラシ。